すごい奴が現れた。1メガソフトの大容量、4倍手強いファンタジーゾーン。大きな違いのわかる子供の1メガゲームソフト。作田金也11歳。ゲームの天才と呼ばれる彼は言う。すごい奴が現れた。1メガソフトの大容量、セガだから4倍手強いファンタジーゾーンと、そしてダンプ松本。興奮無限大。大きな違いのわかる子供の1メガゲームソフト。隣のゲームはもうつまらない。セガ。あの爆発的人気のファンタジーゾーン、待ちに待った歓喜と狂気のあのファンタジーゾーン、おばあさんがついにファミコンになった。おばあさん、あのファンタジーゾーンを超えたセガファンタジーゾーン2。君はオパオパ、もうこのゾーンから出られない。謎が謎を呼び、また感動のラストシーン。セガファンタジーゾーン2ゲームリーダー。セガのゲームはとどまるところを知らない。トライフォーメーションジリオン2。ファンタジーゾーンを目指せオパオパ。3つのゲームが楽しめるファミリーゲームズ。奥が深いぜ。警告、歴史に残るあの名作が今 PC エンジンによみがえる。なんちゃって、肩の凝らないパステルカラーファンタジーゾーン、10月14日発売。おっ、俺はなんだかわかんねえけど、ファンタジーゾーン2持ってんだ。ファンタジーゾーン2、ファミコンになって新登場。サンソフト。あー、新発売やで、あー、ファンタジーゾーン2だで、あはーい。ファンタジーゾーン2、あはははは。ファンタジーゾーン2新発売、買ってね。ファンタジーゾーン2ファミコンになって新登場。サンソフト。でっかいフィールドでハウソーハウソー、8キャラ同士に育てよう。オーイエイ、たまごっちがサターンでナイトフィーバー。セガサターンで発見、たまごっちパーク。ファミ通、ファミ通、ファミ通。今回はスターオーシャン、気になる中盤を徹底攻略。あのポケモンスタジアム、楽しみ方を教えるぜ。さらにゴールドテレカ応募者全員サービスもついて。夏真っ盛り週刊ファミ通。